山陽バラチェーンの表記がまだ残る。電気店今はなきアイビックチェーンドイテンスマイルナンバーワンショップは山陽電機の製品を取り扱っていた地域電気店チェーンの名称である。以前は山陽バラチェーンと称していた。2010年10月時点で全国に約1500店あった。山陽電機は2009年12月21日付でパナソニック株式会社の連結子会社となって パナソニックグループに加わった。さらに2011年4月1日には、パナソニックが TOB と株式交換によって、産業とパナソニック電工を完全子会社化。翌2012年1月1日にはパナソニックが両社を吸収した。これに伴い、2011年12月23日には、大阪府森口市にある産業本社社屋の産業ロゴ看板が外され、 産業ウェブサイトの企業ロゴ、産業グループ営業拠点及び工場の看板も事業移管と同時に産業からパナソニックへ一斉変更された。産業電機株式会社の法人格、社名は事業移管後も残存しているが産業ブランドは日本国内では2011年度限りで原則廃止され翌2012年度からはパナソニックへ ほぼ一本化された。産業ブランドでの新製品発表は2011年3月31日付で終了。翌4月1日以降産業が生産、出荷する製品は原則パナソニックブランドを関することとなり、産業ブランド製品の生産、出荷は順次終了される。そして2012年4月以降、 採用ブランド製品はエネループだけになり、それ以外の製品は在庫、展示品限りとなって、完売次第市場からほぼ姿を消す。これら事業環境の変化に伴い、2011年10月1日より、倒産用系列店の看板を順次、産業からパナソニックに掛け替えて、パナソニックショップに転換、翌2012年3月31日までに、 転換を完了させることが決定した。ただし、一部地域、店舗では予定より前倒しされ、2011年3月から4月にかけて看板をパナソニックに掛け替えた店舗が出始めている。看板の形態は青字に白文字のパナソニック看板の下には白字に黒文字でエコ活動宣言店と各店の店名ロゴを表記したもので、基本的には パナソニックショップのスーパーパナソニックショップの看板の形態に準ずるものとなっている。なお売り上げ不振などを理由にパナソニックショップへの変更が認められなかったり変更が認められる基準を満たしていても他社製品を併売するためにあえてパナソニックショップに自発的に変更しなかった旧産業系列店も少なからずありその一部はアトム電気などの独立系や エディオンファミリーショップなどの家電量販店系のフランチャイズチェーンへ衣替えしている。また、これまで産業公式サイト内に掲載されていた全国の産業系列店検索サイトは2011年9月30日をもって閉鎖。同年12月1日より、これまでスマイルナンバーワンショップサイトに掲載されていた旧産業系列店のうち、特に売り上げの多い一部店舗は、 スーパーパナソニックショップへ新規認定され、全国の SPS 認定店検索サイトへ追加掲載されている。TB アンテナとその続品の販売、取り付けについては、産業自体がそれ以前にアンテナ製造をより撤退していることから、現在はマスプロ電工、日本アンテナデラックスアンテナ等、他社製品仕様となっている。さらに、薄型 TB、DVD レコーダーについても、 産業は赤字が続いていることを理由に生産体制を大幅縮小。一部産業系列店の中には、シャープ、アクオスや東芝、レグザ等の他社製品取り扱いを始めた店舗もあるほか、冷蔵庫や薄型テレビについては、親会社のパナソニック製品を仕入れ始めた店舗もある。そして2011年4月以降、パナソニックショップへの転換に向け、 パナソニックブランドを冠した産業製品を含めて全分野の製品がパナソニックショップと同様の品揃えに置き換わっていった。ありがとうございます。